今日は昨日ちょっとパックが発作みたいな、首をこう上下に振るみたいな様子がちょっと急に見られて、寝る前にね、でさっき病院に行って今帰ってきたので、今はこんな通りすごい元気元気元気って感じで。パック パック、首をこんな風に振ったりとかする時間が 2,3 分見られて、でそれ先生に見せて、それ動画も先生見て、動画も先生が写真あ動画でまた撮ってみたいな感じで見てもらって、今回の、頸椎ヘルニアとかそういう系ではないんじゃないかって言われました。もうお薬終わってから結構経つから、それによる再発ではないっていうことで、足の神経検査もしたけど特に問題なくて、うん、なんかありえるのは、だいたい3歳以下の子が転換発作持ってる子はなんか発症したりする場合が多いらしくて、その可能性もあるし、うん、別の神経系の病気の可能性もあるって言われましたけど、まあ、とりあえず今は症状落ち着いたし様子見ってことになりました。次回また同じような症状が出たらまた動画撮って、次あと何分どのぐらい出たのかっていうのを、正確にどのぐらいっていうのをまた教えてくださいってことでした。うん、実はこれ2回目だもんね。そうなんだよね。1回目は1ヶ月前ぐらいか。うん、あったよね。でもほんと数秒だよね。あの時はねほんと数秒だったんだけど、昨日がなんかなかなか長くて、まあ、特にその後吐いたりもないし、お水も普通に飲んでたし、うん、排泄も全然普通だし、食事もしっかりとるし問題ないって感じで今日病院行ってきたんですけど、うん、発作また起きるかもしれなくて、起きた時にまた大きい発作が出た時は、うん、あの意識失ったり呼吸が止まったりとかする可能性もあって、うん、でその時は意識がない時に手を顔の近くに近づけたりすると、無意識にこう噛んじゃって、意識ないからもう話すこともできなくて、パックの力だと結構強い噛む力になっちゃうから、発作が出た時は手を顔の近くに近づけないということを先生に言われました。あとなんか座薬またね、座薬、うん、座薬ね。今はこんなに元気なのにね、やっと良くなったと思ったらさ、まただよね。まあ原因はよく分かってないけど、しょうがないね。まあでもそういうもんなのかもしれないね。また数日ちょっと様子見て、うん、一旦様子見でいいんだもんね。うん、様子見 で薬で、ね、別に治療も何もしないって。ああ、そっかそっか。歩きも普通だし、神経線検査もしたけど特にねえどうもないし、まああれだよね本当にさ、あの病気を突然やってくるよってことだよ。そうなんだよね、こんなに元気なのに足を広げまあ、うん、はいはい、まあそんなに落ち込まなくてもいいか、うん、いいのかな。だって今は別になんともないって、あ何かわかんないし、一時的だったから、うん、ちょっとこれから続かないことを祈ろうね。そうだね、はい、まあ、僕は元気ですってみんなに教えてあげて、僕元気ですって。おう、元気元気よすぎ本当に。パックパック、パちゃん、パック、何や、元気だね。僕元気だからまた見てね。元気、パック元気、元気だからまた見てねって。パック元気、パックちゃん、うん、おお、行くぞ